おっしゃー、リオロスです。それでは本日も刀剣乱舞始めよう。スタート。刀剣乱舞、開始します。開始しますよ。さあやっていきましょう。新情報が来てますね。2人ですね。今回新たに極めの姿となった刀剣男子登場。はい、こちらは123かな。こちらは誰だろう誰だろう誰だろうな。1人ならもうちょっと服装等々で見極めたりできるんだけど、これは誰だろうな。多分探せばこの髪型で分かる。こっちは多分12だと思うんだけど、こっちはどなたかな。後でちょっと、探してみます。はい、はい、軽装もやってきました。はい、石切丸さん、岩藤氏さんで今鶴ちゃんという形で、はい、かわいいねはい、あ、この袖の通し方、一度はやってみたい一度はやってみたい。はい、あとは一緒ですね。主殿、筋肉さえあれば、大抵のことはなんとかなるので。筋肉があれば何でもできる。無論、主将を再度することも。そうか。はい、今日はですね、ようやく連帯戦のまあ一区切りというところで、新しい方いらっしゃいましたので、見ていきましょう。まずはその時の様子をどうぞ。大千鳥十文字槍、日本一のつわものが使ったとされるゆえ、日本一の槍であると言える。はい、というわけで例によって多分ポストに入ってると思います。いらっしゃいましたね。大千鳥十文字槍、さんでございますね。おっと、ここに大金平さんも見えているじゃあ受け取っていきましょう。いっぱいです。はいですよね。じゃあ2番目に入れていきましょう、いつもみたいに。ほい、おお、ここにね、桐村さんも見えちゃってますね意外と出てますね。はいはい、じゃあお会いしていきましょう。挨拶していきましょう。この時を待っていた。ほう、待っていました。兵書を生かす時だな。兵書に精通する人ですかね。じゃあ槍兵あげましょう。なかなかのものだ。特上ですからね。大事にしてください。いいじゃないか。いいですね、槍兵ですからね。じゃあ警報兵はどうでしょう。なかなかのものだ。なかなかですかねじゃあ銃砲兵はなかなかのものだ。ダメですね。いいじゃないか。いいですかね、上でも。じゃあ波は。いいじゃないか。いいですかね。あれ、赤く塗り直してもいいか目立つぞーいや、もう十分目立つけどな、戦場で。まあ強ければね、敵の目を引いたって問題ないですから、むしろね、集まってこいよって感じで、いいと思います。じゃあ馬ですね。馬はないか馬ないな。馬とお守りないんだ。悲しいな。つつきすぎも僕にはちょっときついかもしれません。てか多分無理です、今回は今回のイベント中にはつつきすぎはちょっとね、今からスーパー課金しないと無理だと思います。はい、いやでも本当ね、1日目で迎えてる方いらっしゃいますからね。もうすごいと思う、本当に1日ってすごいよね。じゃあ聞いていきましょう。講談軍旗、草草子、種を聞かせてくれないか。お、何のこと戦は、まだか。まだですまだレベル1なんで、もうちょっと待ってください。講談、軍旗、俺を使いこなせてこそ、日の本一の主。日の本一の主。そうであればいいんだが。ほう、このゲームって日本だけなんでしたっけ世界の、サニワの方とかだったらセリフ変わってんのかな、どうなんだろう。登頂見ていきましょう。ね、フランスで刀剣乱舞やってる人からすれば、フランス一の槍使いになる、サニワになれる。はい、大千鳥十文字槍でございます。ようこそ。大千鳥十文字槍。日の本一のつわものと誉れ高い、真田左衛門助信繁の愛僧三股に分かれた穂先が千鳥の飛び立つ様に見えるだろう。はあ、それが名の由来だ。千鳥の飛び立つように見える三股、うん、これはちょっと有名ですよね。うん、うん、これは何度か見たことある見たことあるぞこれは。うん、いくらね歴史に疎い僕でも。はい、片方はブーツに入れて片方は入れてないんだこれ、うん、シンメトリーにしないちょっと、うん、ちょっとしたこだわりのおしゃれポイントですね。はい、踏んじゃってるぞ。うん、で先頭はあ、かっけえ、何その構えこの左手は何この自然に、うん、力を抜いた感じのこの構えかっこいい。なんだこれ。あ、これ一応鞘みたいな感じなのこれで抜くとこう刃が出てくる感じなんだ。なるほどね。へえ、すごい自然体新しいなこの構えは。なるほどですね。はい、じゃあよろしくお願いします。うん、槍、ようやくね、4振り目。槍が6振り揃いは来るんだろうか。ねえ、はい、楽しみでございますが、はい、じゃあ頑張ってレベル上げと連結やっていきましょい。おい。登頂来たついでに、そうだ、さっきの、うん、新極め旅男子を探していこう。うん、まあ、左の方は1号1振りさんで間違いないでしょうね。うん。で右側の方はちょっと、髪が跳ねてた感じなんですけど、うぐいす丸さんの跳ね方ではないよね。うん、明石さんでもないね。ちょっと食大麒麟さんに似てるけど、食大麒麟さんはもうすでに極めってるんで、うん、で昴生さんもつるっとしてるし、はい、大般若さんもすらっとしてるし、うん、古流さんは跳ねすぎだしね。うん、鶴丸国永鶴丸さんですね。うん、確実だ。これは間違いない。そっか、今回は2人同時に来るんですね。そうだ、絶対間違いないわ。オルフスさんに墓を暴いたり神社から取り出したりは関心ない。そっか、どっちから行こうかな。追いついたいと思ったら2振り来ちゃったら多分1個ずつしか持ってないよな。うん、多分1人分しかないはず。どうだったろう、どうだったろう。ちょっとあれなんだっけ、蛍くんで何個あるか見てみよう。蛍、あれ蛍んち、あれ蛍氏どこ行った。あ、いた。修行に多分範囲の選択を中止できます、うん、できないと困る。うん、蛍丸の様子がいつもと違うようだ。こんな昼間っから、うん、主さんちょっとお願い。久しぶりだなこれも蛍くん相当最初の方にね行かせたような気がするから。うん、蛍丸が修行に旅立ちたいようです。今何個ある。あ、2個あった。あ、よかった。じゃあ2人行かせられるわ。サニワビームサニワビーム。修行中した刀剣男子は修行に旅立たせたい場合はまた選んでねと。はい、オッケーオッケーオッケー、いけるいける。じゃあ問題はどっちから行くべきかだね。うんそれは一生懸命悩んどきましょう。はい、ありがとうございます。はい、新人さんのお迎えだけですとまあ時間も短いでしょうで、1個、うん、回想を見ていこうかなと思います。1個ものね、うん、こちら、はい、南海太郎長孫さんとこちら多分水神師さんですよね。うん、なので、こちらは時代も地域も指定なしなんで、まあ、適当なところで、うん、行ってみましょうかね。あと、そうだ、この間の新人さんがね、はい来てるんですよね。来ちゃってますね。2つ増えてますね。はい、まあちょっと、うん、お預けですね。こちらはまずは今日はこちらを埋めていきたいと思いますのでよろしゅう。じゃあ準備していきます。おっす。はい、というわけで出陣しましょう。おう、待ち望んだぞ。そうそうそう、もう新人さんたらやたらと戦闘はまだかってね言うんで、まあ函館ですけど、うん、連れて行っちゃいましょうかね。はい、舞台選択こちらの3名でございます。大内通り十文字ありさん、南海太郎町村さん、推進し正秀さんで、はい、この3人でもうレベル上がんないんだけどねはい、白馬に乗って頑張ってもらいましょうね。こちらの方も白馬に乗って頑張ってもらいましょう。じゃあいざ出陣です、よろしく。はい、制限超えてます。どっちにしろ経験値もらえないからね。うん、おや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 、いつかは来ると思っていたが、こうなるとは。権限した私の姿が何かいやいや、投稿推進し正秀といえば、投稿南海太郎長村の死だというのに。あ、そうなんだ。うん、今回はちょっと年表調べてなかったからちょっとゼロ知識で見ておりますが、なるほど、そういうところでつながりがあったんですね。そうだな、刀剣男子としての姿はあなたの方が成熟して見える。これは面白い事例だと思ってね。ああ、また先生が興味を持ち出したぞ私としてはもっと威厳のある姿が理想だったのだ。まあそれは極め旅で頑張ってもらいましょう。うん、うん、なるほど。刀剣の理想を追い求める刀工の姿勢が何かいやいや、僕の口から言うのは野暮かと思ったところさ。どういうことなんだろうな。はあ、またちょっと難しい、うん、お話が。さて、じゃあ新人さんのセリフ聞けるかな聞けるかな。和睦だとかっけえな。狙うは敵の本陣のみ。マジでいい構えしてるなしかも偵察してるっぽいよね、ちょっと少し、うん、この戦も語り草か。語り草、あ、ダメです、2人しかいません2匹しかいません。こうだ、ごめんな。まあでも、うん、舞台長セリフを聞けたんでよしとしましょう。あとは頑張ってレベル上げてからね、うん、活躍してもらおう。はい、ありがとうございました。おやおやおや、そんなに切っていたかねはい、以上です、帰りましょう。はい、というわけでなんとかね、うん、期日には間に合いました。1月14日まででしたかね。うん、結構ギリギリでしたがよかったよかった。うん、もう1月もね、僕は2日からもう仕事が入ってた結構大丈夫かな。これは久しぶりに、うん、DMM ポイントを使うところかと思ったんですけども、うん、なんとか使わずに済みました。あー、でもね、1個使いました、久しぶりに。本丸を広くしましたなので、闘争とね、うん、みんなの部屋がまた一つ広くなりましたので、まだね、新人ガンガンに来てもらっても構わんのじゃよ、うんはい、というわけで、本日はご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。残りあとわずかです。まだの方は頑張りましょう。頑張ってください。それでは失礼します。おーす。講談軍旗草草子、うん、種を引かせてくれないか。うん、失礼します。